こんにちは。カナダ在住の山達です。撮る動画いい人、この動画見てということで話をしていきたいと思います。はい。えっと、まず最初、ライブに関するアンケートですね。皆さんご協力本当にありがとうございました。で、あの、回答を見る限りですね、1時からの希望が多いかなっていうふうに思いますので、はい。えっと、正式に日本時間12月3日土曜日の午後1時から始めさせていただきたいと思いますので、ご都合合合う人、ぜひともご参加よろしくお願いいたします。 はい。で、えっ、ー、と、何回か動画でお伝えしましたけれども、あの、実は僕今本を出すことになってるんですよね。12月の半ばに出版されてることになってるんですけれども、まあ、あの、そういう壮大な話になんでなったのかとか、まあ、その裏側というか、まあ、経験としてどんな感じだったかとか、あとは、あの、そもそもどんな内容の本なのかですよね。このあたりをいろいろお話しさせていただきたいなというふうに思いますので、ご興味ある方、はぜひともご参加よろしくお願いいたします。 で、今日なんですが、僕ちょっとあの体調があんまよろしくないので、あの、こういう時僕めっちゃ早口になっちゃうんですね。はい。あの、なんでちょっと早口気味になってる、早すぎるわっていうふうに思う人いるかもしれませんので、あの、YouTube ってあのね、機能でその、再生速度って変えることができますから、ぜひちょっとそちらの方をいじっていただけたらっていうふうに思います。はい。で、あと多分途中でね、謎の絵好きみたいなのにするかもしれませんが、あの、それも、あの、<laughs> 無視をしてください。はい。ということで、あの、本題に入っていきたいと思います。 今回あのカナダに関する話題取り上げていきたいと思うんですけれども最近ちょっと見るようになった SNS の投稿であの対中政策めぐってトルドー素晴らしいっていうものを多分保守系の人だと思うんですけどその人たちの中で見るようになったんですね。 具体的には、あの、近辺が G20 の会場で、あの、トルドに欧米な対応を取ったってことはかなり世界的に話題になったじゃないですか。で、あれに対して断固とした対応をしたみたいな感じで話題になってるわけなんですね。具体的には、中国に仕返しとしてリチウム鉱山発掘から、えー、採掘から中国企業3社を締め出したと。 いうことなんですが、まずこのニュースは確かに事実なんですね。ただ、あの、タイムライン見ていけばわかるんですけれども、かなりミスリードな話なんですね。っていうのも、あの、12月2日の時点でこれって発表されてたんですよ。で、3日に主要メディアが全部一斉に報じていたので、あの、J20 であの話があったって12月の10、11月の15日ぐらいなんですね。なんで、あの、全然、あの、それよりも前の時点でこれ発表されていたので、ちょっとミスリードかな、みたいなところがあるわけなんですね。はい。 で、えっ、ー、と、そもそもですね、これトルドーグッチョブじゃないんですよ。保守党から猛批判を受けた後の行動だったんですね。僕はあの、多分ね、今年の年明けか、あとき、去年の年末ぐらいかちょっと忘れちゃいましたが、あの、カナダの鉱山を中国が爆買いしてるという報道を皆さんにお伝えしました。で、その中でもお伝えしたんですけれども、保守党からかなりトルドー怒られてたんですね。はい。で、今回ようやく1年以上経って、思い越しを上げたというところがあるわけなんですけれども、 他にもですね、えっ、ー、と、これ一回お伝えしましたが、11月7日のグローバルニュースの報道で、トルドーが、その、諜報機関から、中国の2019年選挙介入に関する情報の,の、情報情報を受け取っていたにもかかわらず、もう何もせずに無視をしていたっていうことが、まあ、明らかにされたんですよね。で、これすぐ国会で話題になりまして、翌日にトルドーは、過激なゲームを海外勢力がしてるっていうふうに答えていたんですね。 ま、は事実上認めていたわけなんですけれども、ただ、近辺に怒られてからですね、えー、その一週間後には、そんな報告は私は受けていないっていうふうに、あれれれれ、みたいな感じになってたんですね。はい。で、えっ、ー、と、保守党たちが大騒ぎをしているご情報だ、みたいな感じで言い始めて、ちょっと待てと、お前は記憶少し進んでもなったのか、みたいな、そんな感じになってるわけなんですよ。どこが断固としてんねんっていう話なんですけれども、はい。えー、今回、この話はおまけみたいなところがあります。 今回ですね、今、カナダってどうなってるのかまあ、簡単に言うと明るい独裁国家かなって僕は思います。はい。あの、まあ、左に寄ってる方からすると非常に住みやすい国。でもそうじゃないと、ん、どうなのかなみたいな感じなのかなっていうふうに思います。で、最初に言いたいんですけど、あの、旅行はいいと思いますよ。はい。旅行で来る分には全然いいと思うんですけれども、ただ政治的な分でね、部分でね、かなり、ん、どうなのかなみたいなところがあるわけなんですね。はい。 で、えっ、ー、と、まあ、何の話をしていきたいかというとですね、今年の1月末から2月にかけて、あの、連日お伝えしましたフリーダムコンボイってありましたよね。あれに対する国家を挙げた弾圧行為っていうのをトルドをしていたわけなんですけれども、特に話題になったのは緊急事態法、もともとは戦時特措法っていう戦争の時に使う法律だったんですけれども、これを使用して政府に従わない国民を蹂躙していたんですよね。 戦時特措法、または今は緊急事態法っていう名前なんですけれども、これ何かって言ったら、重大な国家安全保障リスクがあると認定された場合に限って、政府に絶大な権力を付与し、国民の権利を制限することができる法律なんですね。で、えっ、ー、と、改正される前の戦時特措法、今まで過去に3回しか使われたことがありません。 1> 第1次世界大戦、第2次世界大戦、そしてオクトーバークライシス。これはあのカナダで分離独立の動きが激しくなって、テロ行為が頻発している時があったんですね。その時に使われたんですけれども、このオクトーバークライシスの対応に当たった時の当時の首相がトルドーのお父さん、ピエール・トルドーだったんですね。で、後にオクトーバークライシスに、えー、戦時特措法を使ったのはやりすぎだったというふうにかなり批判を浴びているわけなんですけれども、親子2代にわたって全く同じことをやっているわけなんですね。 で、そもそもフリーダムコンボに何やってたかって言ったら、その科学的根拠が全くない接種義務付けであるとか、規制に対する国民の怒りっていうのを、トラック運転手たちが代弁してくれていたわけなんですよね。はい。で、えっ、ー、と、それに対して、トルドーは緊急事態法っていうのを使ったわけなんですけれども、 これ国民の権利を事実上無制限に国家が制限できるんですよね。まあ、なので発動した後に調査委員会の設置っていうのは義務付けられているんですけれども、もう10月中旬から具体的にその調査が始まっています。で、え今日でですね、30日目迎えてるんですね。で、今日この30日間で一体全体どういう話が出てきたのかっていうのを皆さんにブワってお伝えするんですけれども、えその上で、これに賛成している国民が今世論調査、まあ役に立たないかもしれませんが、世論調査でも大体5割から6割ぐらいいるんですね。 今過半数以上の人が今回緊急事態法っていうのを使ったことが正しかったっていうふうに回答してるわけなんですけれども、それって本当っていうふうにちょっと考えながら聞いてほしいなっていうふうに思います。はい。で、ちょっとあの話を振り返っておきたいと思うんですが、そもそもなんでこの話になったかって言ったら、きっかけはトラックドライバーに対する事実上の接種義務付けでした。トラック運転手ってあのその国境を越える際にもともとあの接種義務付けがいろんな人に書かせられてたんですけれども、エッセンシャルワーカーっていう枠組みで免除対象だったんですね。 ところが1月15日以降、アメリカからカナダ、カナダからアメリカに入る際に、接種証明見せるか、または2週間隔離せよっていう話になったんですね。で、2週間隔離なんか毎回毎回してたら仕事にならないので、そんなアホな話あるかいなって話だったんですよね。で、まあ、こういう話すると、そのなんか反枠がどうのこうのとかいろいろ言われそうな気がしますが、冷静に考えてほしいんですけど、打ったから何っていう話なんですよね。で、特にこのトラックドライバーなんか、ほぼほぼトラック運転して一人で、 ふッくなんかいるわけじゃないですか。で、だから何なのって話なんですよね。で、だから何なのって話を政府も言ってたんですよ。保険担当も効果ないですよ。限定的ですよ。っていうふうに言及していたわけなんですね。にもかかわらず、運輸大臣とか、あとトルドーとかが、なんかあの、いや、国民を守るために必要なんだっていうわけわからんこと言って、これが推し進められていたわけなんですよ。で、まあこれに対して、まあついに国民が立ち上がったっていうことで、1月22日にこの僕の住んでる BC 州からスタートをして、で、27日にいよいよ本体迫ってるっていうところでトルドー突如として、 なんか、あの、濃厚接触者になっちゃいましたっていうよくわかんないことを言い始めて、え、雲隠れ。で、29日から首都オタワに本体が到着。で、14日に緊急事態法発表されたことによって、えー、もうぐちゃぐちゃってされて、で、その後21日には、会員で賛成多数でこの緊急事態法を使うことが指示されていたんですね。 で、23日に後ほどお話し,しますけれども、えー、っとその与党の、えー、金魚の糞みたいな政党で NDP、新民主党っていうところがあるんですけれども、そこと、あとは上院議会が、えー、これに対して反対をするかもしれないっていう話になって、でトルドーが焦ってすぐに解除していたんですね。 っていうような話があったわけなんですけれども、今回、この緊急事態法調査委員会で分かったことを、丸1から丸6まで一気に皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい。で、その上でどうだったのかっていうのを考えてほしいんですが、まず最初に一つ結論を言っておきたいのが、間違った政府。で、間違ったメディア。 間違った司法が揃った場合、その国は自ら独裁国家のようになっていくんだなっていうことを僕は肌身で学びました。はい。まあ、特に今回、その、ほとんどのカナダメディアっていうのはこれを叩いていて、で、政府の肩を持ってみたいなことをやって、で、国民もそっち側についていたわけなんですね。まあ、それによってかなりそのね、一部の国民たちっていうのが単なる過激派みたいな感じの扱いを受けたわけなんですけれども、果たしてそれが正しかったのかどうか 彼らの好き嫌いでそういうことをやっちゃダメなんですよね。じゃなくて、本当にそういうことをやるに値するものだったのかどうかっていうところを調べないといけないわけなんですけれども、ひとまず、<laughs> ごめんなさい、めっちゃひっちゃ、あの、裏返った。はい、ひとまずですね、あの、結論として言いたいのが、政府にいかなる理由であろうとも、絶大な権力を決して与えてはならないんだなっていうのを、僕は自分の自由っていうものを、あの、奪われたことによって、初めて、えー、実感しました。日本にいた時は正直、 まあ自由っていう言葉の裏腹にまあ義務とか責任みたいなものがあって、そういうものもね、ちゃんとやらないと、その秩序が保たれないじゃないかっていうふうに思ってたんですね。まあ確かにその通りなのかもしれませんが、でも、やっぱり人間が人間らしく生きるためには、自由って絶対必要なんですよね。で、今回、じゃあこのカナダ政府がやったことが、 国民の自由を奪い続けていて、で、それに対して国民が立ち上がったわけなんですけれども、もう全てにおいて、カナダ政府がやってたことって、じゃあ正しかったのかどうかっていうところもちょっといろいろ考えてお話し聞いていただきたいなっていうふうに思うんですけれども、はい、ちょっと順番にバーっていきたいと思います。はい、えっ、ー、と、まずですね、2日目のところからですね、これはね、首都、首都オタワのマネージャーと、あとは市長が、えー、と出てきまして、フリーダムコンボイと政府の間で、交渉が2月13日の段階でまとまっていて、トラックは移動を開始していたということを認めました。これ前の動画でもお話し,しましたが、 2月14日に緊急事態法を使ってるんですね。その前日にもう話まとまっていてトラックって動き始めてたんですよ。なので緊急事態法絶対いらなかったんですが、トルドーはこの話がまとまってたってことを聞きつけて、まあ急ピッチでこの話を進めていたわけなんですね。はい。で、2月13日の時点でトルドー政権はそのこと、話がまとまっていたことを知っていたと。 で、せ、まあ、簡単に言うと政府がこのフリーダムコンボイと面会したくなかったがために緊急事態法を発動したということなんですね。はい。で、あとはなんか消防隊員が道路封鎖で現場急行の妨害をされたみたいなね、そう,いうよくわかんないデマがあったんですけれども、まあ、明確にデマだったってことがまた認められました。はい。まあ、他にもですね、フリーダムコンボイのバックにロシアがついてるとか、テロリストの支援があるとかえ、放火魔がいる、性犯罪やるやつがいる、武器を持ってるやつがいる、墓嵐がいるとか、もうめちゃくちゃなことをいろいろ言われてたんですけれども、全部デマだったことがわかっています。はい。まあ、詳しいこと過去の動画を見てください。 で続いてですね、オタワの市長は、私は緊急事態法の要請をしていないというふうに言っていました。オンタリオ州警察の諜報部門の担当者が、緊急事態法発動のための安全保障リスクの条件を満たしていなかった。 っていうことを認めています。はい。で、オタワ警察副所長代行は、2台のトラックはもうすでに首都に向かっていたと。これ、トルドー政権がずっと言ってるのが、その、牽引会社が全く協力してくれないから、この、トラックを強制排除するために緊急事態法が必要だったっていうふうに言ってるんですが、これ大嘘だったってことが分かったわけなんですね。実際はもう、えもうオタワの警察がそれに関しては手配済んでいたっていうことなんですね。 で、えー、オタ州の警察のトップが、えー、緊急事態法はいらなかったし、要求もしていないと。はい。で、小タ警察の所長代行は、えー、緊急事態法なしで解決する計画を実施する直前だったと。にもかかわらず、トルドーが突如として緊急事態法だっていうふうに言ったもんだから、それが全て台無しにされたっていうことなんですね。はい。で、小タ警察の責任者さんも、緊急事態法なし、なんだこれ。えー、っと、緊急事態法はいらなかったっていうふうに答えています。はい。で、オンタリオ州の警察総監は、 警視総監、これラッキーっていうですね、ト,ラントルドーが指名している無能さんなんですけれども、軍隊を警察の制服を着させて投入できるかどうかを聞いてきたっていうのを、えっと、そのテキストメッセージのやり取りと込みで、えー、発表というか公開しています。 ということで、トルドー政権ずっとですね、軍隊は使わないというふうに言ってたんですけれども、実際は水面下では使えるかどうかっていうところが話し合われていたんですね。で、オンタリオ州の現場の警,警察総監は、いや、無理と。そんなめちゃくちゃなことはするなっていうふうに言って止めていたっていうことなんですね。はい。で、え続いて元オタワ警察の所長さんはえ、メディアのご情報が現場警察にバイアスを与えていたと。まあ、それによって、まあ、要はあの、すべてのメディアがもうフリーダムコンボイのことを叩きまくってたわけなんですね。 なので、現場で、その、いろいろ担当していた警察の中でも、それの影響を受けてる奴がいっぱいいたから、そこはもうすごい懸念事項だったっていうふうに言っていました。はい。で、このフリーダムコンボイのことを、合法的な抗議活動だったっていうふうにも語っています。はい。で、あとはですね、2020年にあの BLM 関連でね、警察予算削減ムーブメントがなんかカナダでもなぜか起きてたんですけれども、まあ、それで現場警察はもう疲弊していると。 もうそこでこういうことがあったので本当に大変だったみたいなことも言っていました。はい。で、あとそもそも、その国家安全保障に関する脅威はなかったっていうことも言ってるんですね。はい。で、続いて公安大臣と首相官邸の間のスタッフのテキストなんですけれども、過激主義の物語を作ろうと。 で、カナダ版の1月6日事件にできたらいいな、みたいな。これ、あの、日本、えっ、ー、と、アメリカでね、えー、民主党がまさにそれやってますよね。1月6日事件っていうのを使って、えー、保守層をね、かなり弾圧しようとしてるんですけれども、それを公安大臣、やろうとしてたっていうことも明らかになったんですね。はい。で、あの C、CIS、これカナダの諜報機関、えっ、ー、と、まあ、CIA みたいなところなんですけれども、ここが2月13日に、 国家安全保障リスクはないっていう分析を閣僚に提出していたということなんですね。で、むしろ緊急事態法なんか使っちゃうと逆効果の危険があると。もうそれを使うことによってもう暴力以外解決策はないっていうふうに考える連中が出てくるかもしれないからやめた方がいいっていうふうに CSIS のまあスタッフは言っていたんですね。で、えっ、ー、と、その後、えー、橋の封鎖があったわけなんですけれども、えー、そこの、えー、とウ,ィンウィンサーっていう ところだったかなちょっとごめんなさい。名前忘れちゃいましたが、そこの市長さんは、え緊急事態法いらなかった。で、現場にいた警察の、えー、副所長代行もいらなかったっていうふうに言っている。で、えー、ただトルドーからオンタリオ州の知事に対して電話があったんですけれども、その中でトルドーが、あの州知事に対してお前は何をやってるんだと。 警察使って制圧しろっていうふうに2月の7日ぐらいの段階で言ってたんですね。で、知事は、いや、権限ないから、そんなことはできないと。そんなことをやるのは、もう本当に独裁国家みたいなものだ、みたいなね。そんな感じで反発してたっていうことなんですけれども、はい。まあ、ここでわかる通り、トルドをやばい思想を持ってるわけなんですよね。もう法律とかそんなもんどうでもいいと。俺に逆らってくる連中は、あの、その法執行機関を使ってね、何が何でも、抑えろみたいなことをやっていたわけなんですね。はい。 で、えっと、さらにですね、え、オンタリオ州の副主任法務官は、え、暴力はなかったと。これはもうメインメディアがもう散々なんか暴力沙汰がどうのこうのって大騒ぎしてたんですけれども、これ大嘘だったわけなんですね。はい。で、オタワ市長、オンタリオ州警察は暴力の脅威は一切ないということで合意していたと。じゃあなんで黙ってたんだっていうふうに思うんですけれども、まあそういうことも分かってきてると。はい。で、アルバータ州っていうところでも道路の封鎖があったんですけれども、ここの副法務長官補佐官が、え、緊急事態法は不要だったというふうに言っています。で元公安副大臣 CSIS が国家安全保障リスクがないというふうに前日2月13日の段階で報告していたっていうことをまあ認めたっていう形ですね。はい。で、これに対して CSIS の長官は合法的な抗議活動の操作はできないというふうに CSIS としてもフリーダムコンボイがその違法なものとはどうやら判断していなかったようなんですね。で、外国勢力の介入もなかったっていうふうにしているんですけれども、ただ、 緊急事態法を拡大解釈して、首相に緊急事態法の使用を提案したのは私だと。これ、まとめると何言いたいかって言ったら CSIS って、あの、その団体というかその機関としてはもう緊急事態法なんか使えないっていう認識だったわけなんですね。ところが長官が個人的にいけるんじゃないかみたいな話をして、で、それを首相に提案していたということなんですね。はい。 で、緊急事態法って第16条にこんな条文がありまして、CSIS 法第2条に基づいて国家安全保障リスクに該当する場合に限って使用することができるっていう規定があるんですね。 で、もう一回言いますか、CSIS は、長官も含めて、第2条の要件満たしていなかったって、これも5回、6回、7回、8回ぐらい出てきてるんですね。はい。で、ただ、ま、あいろいろあって、その、拡大解釈して使ったっていう、ま、ああの、なんでしょうね、便利だから、使いましたみたいな、ちょっとそういうめっちゃくちゃなことにな、が言われていたわけなんですね。はい。 というような話も出てきているわけなんですね。はい。で、まだまだ続きますよ。えー、警視総監がですね、あの、公安大臣に送っていたテキストも公開されまして、えー、2月13日は緊急事態法を使う前日に、警視総監は、現場警察は既存の方で対応可能って言ってたんですね。 で、緊急事態法は必要ではないっていうふうに、その現場の声を代表している警視総監でさえもいらんよっていうふうに言ってたんですよ。でも翌日強行されたわけなんですね。はい。で、あとはカナダの統計局がですね、レポートを出していまして、その道路とか橋封鎖によって、えっ、ー、と、 まあ、な、数億円単位が毎日被害で出てたみたいな話を、そのトルドーとかがやたら言うんですよ。まあ、ただ、それ嘘だということなんですね。ほとんどなかったっていうことで、っていうのも、橋が一個封鎖されたからといって、別に他にあるしっていう話なんですよ。なので、結局すぐ迂回路があったのでえ、全然意味はなかったっていうことなんですね。で、 カナダ統計局がえそういうふうに言ってるんですけれども、トルドーたちはなんか数億円ぐらいの被害でどうのこうのっていうふうにありもしない話を、まあその森に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 森まくった、え、その、 水系ってやつですよね。まあ、それを、まあ、言ってきてるわけなんですけれども、それも、えっ、ー、と、まあ、論破されているということですね。はい。で、入国管理局も緊急事態法いらなかったっていうふうに言ってますし、あとあの、口座凍結ね。これ僕も実際ビクビク震えていた人間なんですけれども、寄付をした人間たちの口座が続々と凍結されていたわけなんですね。で、この時使われたのってその緊急事態法に併用する形で、9.11でアルカイダに対して使用されて以来、久しぶりに使われた法律が適用されたんですよ。 要はカナダ国民に対して使うなんてことはもう想定されていないであろうようなものが使われたわけなんですね。はい。なんでこれで凍結されてる人たちっていうのはテロリスト扱いを食らっていたわけなんですけれども、これ、こ委員会の中で出てきて僕びっくりしたんですけど、全く関係のない家族の 口座も凍結されていたようなんですね。要はその寄付をした、例えばその、えー、人の奥さんの口座とかそういう、あの全然現場にもいないし、えー、寄付もしてないような人のやつも巻き込み事故を食らっていたっていうことが認められているので、本当にひどかったんだなってことが分かりました。はい。あと首相の、えー、国家安全保障補佐官が脅威があるっていう根拠はなかったと。で、数密院は2月14日に緊急事態法の発動文を作成したのは我々だと。で、普通は法執行機関からの脅威分析みたいなのが必要だけれども、えー、我々は使用しなかった かったと我々の独自分析で言ったっていうふうに言ってるんですね。で、その上で、緊急事態法を使った後に、脅威の証拠を探したけれども、今現在も発見できていないっていう、もうふざけんなっていう話なわけなんですね。はい。で、さらに、閣僚にこの文を出すときに、証拠ないですよってことを伝えて、彼らも知っていたということだそうです。はい。で、前日の2月13日はその閣僚の中で回されているメモの中に、 平和的な抗議活動であるというような面も回されていたわけなんですね。はい。っていうようなこともありますし、さらに行きますよ。ここ最後のページです。はい。ちょっと長いですね。はい。えっ、ー、と、公安大臣がですね、えー、緊急事態法の条件を満たしていないことを知っていたと。けれども、まあ、いろいろ検討した上に使用したっていうふうに、これも過ちを認めているんですね。はい。で、その後ですね、テキストメッセージが出てくる、このも衝撃だったんですが、司法長官兼法務大臣から、公安大臣に送られたテキストの中で、 警察と軍を投入しないかっていう話が出てたんですね。で、公安大臣から法務大臣に対する返信で、戦車何台必要っていう言葉が出てたんですよ。で、法務大臣からの返信で、防衛大臣どれぐらい使えるか聞いとくねっていうふうにやり取りをしてたんですよ。一応、今回、あの、大臣たちはジョークだったっていうふうに釈明してるんですけれども、 果たしてどうなのかっていう話なんですよね。まあ、いわゆるそのカナダ版の天安門事件未遂だったんじゃないかみたいなことも言われていて、もう本当に、本当にひどかったっていうところなんですね。はい。で、あとはですね、法務大臣はですね、23日に緊急事態法の解除をしたけれども、その理由は NDP、まあ、これがその、あの、日本で言うと公明党みたいなところなんですけれども、そこと、あと上院議会が反対する可能性があったから、えっ、ー、と、解除しましたということで、まあ、これ何言いたいかって言ったら、法務大臣は、その、 フリーダムコンボイが国家安全保障リスクに対する脅威とかじゃなくて、政治的な理由で解除していたってことを認めたわけなんですね。はい。っていうふうな、まあ、あの、まあ、分かりきってたことであるんですが、そんな証言も出ていたと。はい。で、最後にこれおまけですけれども、なんかナチスキモってウロウロしてたやつがいたっていう話出てたじゃないですか。なんかその人物がですね、まあと、特定されたようでして、え結局自由党、まあ、トルドーの政党の、P、PR 関連か何かで提携している会社の、えっ、ー、と、なんちゃらフォックスさんっていう名前まで特定されていました。一応本人は否定しますけれども、 認めるわけがないですよ、ね、はい。っていうようなことで、えー、ひとまずそういうふうに、まあ政府のやり、なんかそういうやらせもあったみたいなところは分かってきてるんですけれども、ここまで。 とんでもない話が大量に出てきてるんですよ。でも、えっ、ー、と、どうやら僕テレビがないんでわからないんですけれども、これ生放送されていないようなんですね。で、カナダって、例えばお隣アメリカの1月6日事件の、あの、公聴会に関しては生中継してたらしいんですよ。でも、お隣の国のことやるのに、自国のことやってないらしいんですね。もうアホかっていう話なんですけれども、まあ、そういうこともあって、この事実を多分知らない人多いんですよね。っていうふうに間違ったメディアがはびこると何が起こるかって言ったら、結局国民は何も知らないまま、雰囲気、イメージで、えー、まあ、そのまま今の政府を見ることに なるわけなんですよね。まあ、いかにメディアっていうのは重要かっていうのもわかると思いますし、えっ、ー、といかに間違った政府に、えー、その絶大な権力を与えると危険かっていうことも分かっていただけるかなっていうふうに思いますが、はい、まあ一晩ちょっと長くなってきたので今回ここで止めたいと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。最後はニャルソコをしていたデブタネでお別れをしたいと思います。はい、まあ、えーね、後ろ姿でも十分可愛いですね。はい、ということで12月3日のライブで皆さんぜひお会いしましょう。ということで以上にしたいと思います。えー、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。